皆さんこんにちは、夏です。そろそろ家財が仕上がってきたので、これからちょっと組に入っていきたいと思います。今ここで使うのはかんざし組糸にするんですけれど、私は糸をそのまま使うとこのネジネジしている部分が出てくるのがすごく嫌なので、寄り目のない糸を使います。このように絹糸をほどきます。一本に寄り合っている糸を二つに分けていきます。こうしてこの寄りをほどいていった時のダマがギュッてなってしまうと、それ以降ほどけなくなってしまうので、ギュッてならないように寄った部分の寄りを外側に逃がしながら、こうやって少しずつ少しずつ寄りと反対側にくるくるっと手で回しながら少しずつほどいていきます。こんな感じですね。こうやってほどいていきます。力いっぱいやってしまうとほどけなくなるので、少しずつ少しずつゆるくほどいていきます。はい、やっと2本に分かれたんですけれど、このままだとネジネジというのがくるくるっと巻かさってしまうので、綺麗に巻くことができません。これから糸をまっすぐにしていきたいと思います。まず両端をしっかり持ってピンと糸を張ったら親指で弾きます。ブンって音が出るので、しっかり音が出るほど弱くじゃなくきつく糸を引いてピンって張る。ブンって音が出ます。音が出るくらいまでやって弾いたら、まっすぐな糸になっていきます。こんな感じですね。この状態の糸を組紐として使い、組糸として使います。まずはあんまり下の方じゃないこの辺りかなというところで、まあ、目安というのはないんですけれど、お花がお花であるように、野の花であるように、まあ、何度というのは特にないんですけれど、自分の感覚でいいと思います。このくらいのところにお花をつけたいなと思うところにつけていただければなと思います。昔読んだ古書にはですね、かんざしを組むときには風情があるように野の花であるようにと書いてありました今のように丁寧に書いてないですからね、昔の本っていうのは。風情があるように仕上げましょうと、ただそう書いてあっただけですね。つまり、これをどういうふうに組むかっていうことに決まりはないということなんですよ。自分が表現したい花束のイメージをそのままに表現すればいいと思っています。はい、少しずつ少しずつ巻いて、根元のところだけしっかり組み上げて、はい、この状態で糊をしっかり今度つけてね、ぐぐるっと最後のところまで巻いてしまいます。後で形成するのでね、しっかり上向いてなくても大丈夫です。イメージがちゃんとできてれば大丈夫です。はい、針金の途中から曲げたりするんじゃなくて、合わさっているところと花首のところだけ曲げます。それ以外のところは絶対曲げません。はい、これもこのくらいかなと思うところで、まず親指でしっかり位置を決めたら、そこを曲げます。花を上に上げます。もしこれでもう少し上に上げたいなと思ったら、親指の重ねのところを少し上に、そうじゃないときは下に下げればいいだけです。はい、葉っぱをつけたいと思います。葉っぱも同じようにどこがいいかなと思ったところで曲げて、こんな感じですね。高さつけてもいいと思います。上下で自由に仕上げてください。
これも糸を巻いてくるくるっと巻いて仕上げてしまいます。はい、こんな感じですね。はい、はい、小花だけのものも作りました。はい、こんな感じでちょっと段違いで作ってみたんですけど、お花を少し立てて、しっかり力を入れてきっちり巻きます。そうじゃないとくるくるしてしまって、ここっていう決めたところに花が落ち着かなくなってしまうので、糸はきっちり力いっぱい締めます。こうやって糸を束ねました。しっかりボンドで糸端までくっつけたら、はい、お花の花束完成ですね。はい、こんな風に、バラバラだったものを少しずつ少しずつ、だいたい3本から4本くらいの束にしてイメージをつけていきます。どの辺に何を入れようかなとか、自分が作りたい花束のイメージをその小分割にして、まずは一旦作っておくっていう感じです。ここで使った糸は、絹の糸なんですけれど、布団とじ糸っていう絹糸が売っています。大きな手芸店行かないともしかしたらないかもしれないので、ネットで探すと見つかると思うんですけれど、布団とじ糸って言われる糸です。これは昔の木綿の布団を閉じるときに、端っこの方にとじ糸で縫ってあるところがあるんですけど、そこの時に使う絹の糸です。今の2本くるくるしてあったあの糸1本じゃなく、あれが5、6本でまとまって1本の糸になっているものです。非常に太い糸なんですけれど、それをまず1本ずつよりをほどいて、6本になっているものを1本ずつにして、それをさらに2つに分けて使っています。布団とじ糸、シルクの糸なんですが、もしかしたらもうそんなに色は残ってないかもしれないけれど、私が手芸店で見た時には結構色がまだありました。茶色とか、黄色とか、オレンジとか、グリーンとか、そのあたりの色を私はよく使っています。あ、白もよく使ってますね。ぜひ一度探してみてください。私がネットで探した時には本当に色出てこなかったので、札幌市のカナリア手芸店さんに行ったんですけれど、今は扱ってるかどうかわかんないです。これ買ったのもうかなり前なので、今はあるかどうかわからないですけど、布団とじ糸っていう糸です。よかったら使ってみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。明日も見てね。明日は完成、ん？完成じゃないですね。ん？明日完成ですね。あ、慌てなきゃ。明日完成です。よかったら見てね。ありがとうございます。